雪村くん、いるかね。夕飯の買い出しの手伝いを頼みたくてね。当番の大使が食器あたりで寝込んでいて困ってるんだ。参ったね。まさか仕入れに手違いがあったなんて。そうだね。しかし参ったな。買い出し以外にも用事を頼まれているのに。江戸宛ての手紙を出してくれよう、トシさんに頼まれていてね。じゃあここで少し待っていてくれるかね。すぐに戻るから。千鶴ちゃん、どうしたの？こんなところで。君は一人での外出は禁止されてるんじゃなかったっけ？それで、源さんは？そうなんだ。何って？別に散歩してただけだよ。僕は君と違って一人での外出は禁止されてないし。本当に間が悪いよね。まさか見られてたなんてさ。あそこが薬屋だって分かってるなら、君だってもう分かってるんでしょ。ちょっとこっちに来て。君はここで何も見なかった。僕がどこで何を買ったのかも見なかった。
もし一言でも誰かに喋ったらどうなるか分かってるよね。分かってるんだ。物分かりがいい子は嫌いじゃないよ。そう、ありがとう。老害の薬はさすがにないってさ。でも君、これからも僕との約束をちゃんと守ってくれるつもりあるんだ。ご褒美にコンペイトーいる？君が素直で面白いからからかいたくなるんだよ。じゃあ可愛いって言われた方が嬉しい？は？赤くなった。やっぱり君って僕に気があるんじゃない？驚いただけで赤くなるかな。別に隠さなくてもいいんだよ。そういえば君、源さんと一緒にここに来てるって言ってなかったっけ？こんなところで油を売ってていいの？ここで僕と会ったことをちゃんと秘密にできる？やっぱり僕も一緒に行くよ。君一人だと心配だから。いい意味でも悪い意味でも君は素直すぎるから。ほら行くよ。源さん今頃真っ青になって君を探してるかもしれないし。千鶴ちゃん、ほら、あそこ。雪村君、いや、どこへ行ってしまったかと心配したんだよ。そうかそうか、掃除と一緒だったんだね。コードさんに似た人を見かけて追いかけてるうちに迷子になっちゃったんだよね。そうだったのかい。
気持ちはわかるけど、一人で出歩いてはいけないよ。そうだよ。もし僕が通りかからなかったら、君、今頃どうなってたかわからないんだから。いつも後先考えずに行動する癖は、今のうちに直した方がいいかもね。それがね、頼もうと思っていた店が休みらしくてね。他に頼めそうな店はここからかなり遠くてね。君を待たせるわけにいかないし、こうして戻ってきたらさ。もう手配は終わって豚舎に届けてくれるそうだよ。ねえ源さん、僕が彼女を豚舎まで送り届けるから手紙を出してくれば。いいのかい？うん、ついでだし、僕がついてた方が安心だよね、千鶴ちゃん。千鶴ちゃん、もしかして僕と一緒に帰るのが嫌なのかな？うん、それじゃあ行こうか。源さんにも困ったものだよね。君一人を置いて離れちゃうなんて。大丈夫って言っても、君に何かあったら源さんがどうなってたかわからないよね。ま、気をつけないよ。ないよ。僕が病気だなんて知ったら、すぐ江戸に帰れって言われるだけだし。ところでさ、今日の夕飯って何？まあ、いつもと変わらないね。肉は臭いから嫌い。出されても食べないよ。卵は嫌いじゃないよ。料理の仕方にもよるけど、甘酒は割と好きかな。